皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。杉咲花さんが主演を務める NHK 連続テレビ小説、おちょやん。いよいよ最終週を迎えました。幼くして母を失い、毒父やママ母から奉公に出されてしまった主人公、千代が、女優の道を生き抜き、ラジオドラマへの出演で、全国的に名を広め、大阪のお母さんと呼ばれるようになるまでを描いた作品。本作で一番描きたかったのは、人の優しさだと語るのは、脚本を務めた八津博之さん。作品に込めた思いをインタビューに答えてくれていましたのでご紹介します。八津さんは、1999年に脚本家としてデビュー。主な作品としては、池井戸潤さん原作 &TBS 日曜劇場が有名で、半沢直樹、陸王、下町ロケット、ルーズベルトゲームなどがあります。NHK で言うと、土曜ドラマスペシャル、1942年のプレイボール、NHK 正月時代劇、家康、江戸を建てる、ドラマ10、ミス事故調、天才、天野教授の調査ファイル、などの脚本を務めています。おちょやんの中で一番描きたかったことについて、八津さんはこう語ります。ドラマでは、泣き笑いという言い方をしていますが、生きていれば色々なことがあります。辛い人生を歩まざるを得なかったり、その中で間違いを犯してしまうことも、誰にだってあり得ることです。だからこそ、そこからやり直し、再生し、許すことを描けないかなと思いました。ただし、それを描くからには、中途半端な綺麗事を入れると、許しの部分まで、嘘くさくなってしまいます。なので、苦しい出来事からも目をそらさずに、容赦なく書くと腹をくくりました。必ず立ち直れるという願いを込めて。だから、この作品には、ダメなやつばかり登場するんです。なぜか、男の方が多いですが、笑い。そう語る八津さんが、やり直しを描いていく中で、一番悩んだのは、やはり、テルオの存在だったそうです。千代は、幼い頃から、テルオの都合で、芝居茶や、岡安二方向に出されました。それ以降もテルオはたびたび、金をせびりに、千代の元を訪ね、時には、千代の持ち金を持ち出すことも。そんな、最低の父として描かれ続けたテルオをどう決着させるか、といった部分が難しかったそうで。たとえ、病気で余命わずかという設定でも、千代が照夫を許すことは絶対にない。それでも、ほんの少しだけ、最後にお父ちゃんだと受け入れることで、死別した後、千代は、本当の意味で、一平と向き合おうとします。照夫を介して、千代と一平を前に進めたかった。それこそが、最後の最後に、テルオの残した唯一の親らしさであり、テルオ自身にとっての救いではないかと思いました。と、ヤツさんは語ってくれましたが、そんな一平との夫婦の絆も、愚かな過ち、裏切りによって、引き裂かれたまま、最終週を迎えてしまいました。最終週の見どころについて、ヤツさんは、もともと、主人公が女優として大成功するのが、ゴールのサクセスストーリーをやりたかったわけではなく、幼少期から苦しい人生を歩んで、孤独と戦い続けてきた彼女が、最後、どういう風に救われるのか、というお話を書きたかった。そういう意味で言うと、最後まで一貫して書くことができたんじゃないかと思っています。千代と一平の関係はどう決着するのか、千代は、この先どう生きていくのか、皆さんと一緒に見守れたらいいな。と思っています。本当に、たくさんの人から、いろんなご意見をもらって、現場のスタッフさん、役者さん含め、もう僕だけの、おちょやんじゃない、みんなの、おちょやんになったな、と思っています。気になっているところは、皆さん同じのようで、NHK、おはよう日本の高瀬光三アナも、朝一の博多大吉さんも、一平について、心配の声を上げています。高瀬アナは、4月10日放送の、おはよう日本の朝ドラ送りで、いよいよ最終週ですね、と、切り出すと、ただ、穏やかに過ごしてもらいたいと思いつつ、
大きな問題がまだ残っていますとコメント。クワコアナがキョトンとすると、高瀬アナはそれはそう一平問題ですと訴え、番組はおちょやんに切り替わります。そしておちょやんが終わった直後の朝一朝ドラ受けでは、鈴木直子アナがラストウィークですねとしみじみすると、大吉さんが僕が思うのは一平の好感度これ以上下がるなと取り戻せなくなると一平の今後を心配していました。ここからはネットの声をご紹介します。人間の素晴らしさを描くためには、人間のダメさにも真正面から向き合わねばならない。この考え方は今まさに一平が直面し乗り越えようとしている命題そのものだと思います。自分のダメさ、千代へのすまなさ、そこから逃げて脚本を書くことに行き詰まった一平が、自らの苦しみやダメさと正面から向き合った脚本を元にして復活を遂げる、この流れって本垣さんのコンセプトそのものだったんですね。約半年、深い作品を届けてくださり、本当にありがとうございます。ただ面白かっただけではなく、半年かけて食材と許しを、うちが家族を捨てたんや。で家族を打ち捨てた千代が、本当の家族を築くかの壮大なドラマを見ていた気がするし、杉咲さんたち演者も、それを全力で誠実に演じていた。エールも傑作だったが、それを凌駕する傑作だと思う。脚本が本当によくできている。演出も本当に力が入っている。出演の役者はみんな素晴らしい演技を見せる。中でもヒロインはべらぼうにうまい。内容的には朝ドラとしては期待の名作。これだけの構成力を持った作家班なので、最終週が今までで最高になるのは間違いない。考えてみれば、第20週以外、ほぼ全ての金曜が神回という、とんでもない朝ドラやった。私は、第1週金曜の、うちがあんたらを捨てたんや。の捨て台詞が忘れられません。昭和の、おしん、平成の、あまちゃん、令和の、おちょやんと呼べる名作。閉塞感漂う今、苦難があっても救いがあることを伝えてくれた。最近のテレビには表面的で綺麗事でご都合主義でやり過ごす割に、過度な脚本演出で見る気がなくなるドラマが多かったけど、本作品は自然と引き込まれる見応えがありました。これは脚本だけではなく、スタッフ演者の皆さんの意気込みや本気の取り組みがあったからだと感じています。集団も含めて1年近く撮影が濃かったと聞いていますが、ご苦労様でした。そしてありがとうございました。テルオが登場するたびに疫病が見れたからと思っていたが、さすがに最後に千代と対面した時のシーンは名場面と言えると思う。トータスさんの演技も素晴らしかった。容赦なく千代に降りかかる災難、不幸に、ここまで朝ドラでやる必要あるのかと思う時もありましたが、確かに綺麗事で描かれたら、その対応も薄っぺらいものになってしまう。主演の杉咲さんの演技力もすごいけど、この脚本あってこそだと思う。自分も含め、ダメな人間の方が圧倒的に多い。周りに千代がいないから、許される経験をする人も少ないでしょう。自分たちが、千代の半分でも、人を許せることで、反省する、許すの好循環になれば、今のギスギスした世の中も、ちょっとは良くなるのかな、と思います。テルオのように、死を目の前にして、ようやく反省するんじゃなく、できるだけ早く、己を顧みたいものですね。もっとも、テルオだって都度、反省して、その度にビー玉を貯めていった裏設定が、トータス松本さんにはあったようですが。今の世の中、あれもダメこれもダメで、何か話すにもいろいろと気を使う。結果、中途半端な綺麗事ばかり。そんな鬱屈した雰囲気のご時世にあって、とことんやり合う中で優しさを見出していく本作は、
本当の優しさに触れられる貴重な機会だと思って大切に見ている。許すことも許されることも私はどちらも辛く苦しいものではないかと思います。しかしどちらも人にとって必要で大切な感情ではないでしょうか。テルオは最後に千代からかけられた言葉に、そんなこと言われたらこの世に未練ができてしまうという内容の言葉を残しました。ヨシオは、ネイアンは幹事を許してくれる、アナイにひどいことをした俺のことも許してくれたという内容の言葉を残しました。一平はどのような言葉で、千代から許されたこと、千代は一平を許しますよねに感謝の意を述べるのでしょうか。しかし一平が千代にどのような感謝の言葉を述べても、私は絶対に一平を許しません。エミ、こうなるのと思いもよらない展開で、土曜日、日曜日はもどかしく、月曜日は7時30分くらいからテレビの前に座ってました。千代、一平、三つ江、幹事、彼らの人生を通してたくさん考え学びました。最後までしっかり楽しませていただきます。優しさというか、私は自分の身に降りかかった現実から逃げたり人のせいにしたりしないで、向き合って受け入れて乗り越えていく強さを感じました。あ、だから悲しみを知っているがゆえの優しさってことなのか。朝ドラって半年の長丁場なので、どうしても時間稼ぎのために無駄な展開やキャラクターがお茶を濁すってことがよくあるが、おちょやんに限ってはそれが一切なかったと言っても過言ではない。テルオム一平もキャスティングが良かったよね。千代を方向に出したりヤクザに売ろうとしたテルオはトータス松本さんだからどこか愛嬌があったし、劇団員と関係を持って妊娠させてしまう一平の成田凌さんはちょっと売るんだ目に後悔と苦しみが感じられたし、若干猫背気味なのもどこか悲しみが感じられた。栗子さんが千代ちゃんから元気をもらったように自分も元気をもらった。いろいろと考えさせられるシリアスな出来事も多かったけれど、理屈抜き面白かったです。素晴らしい喜劇、人情劇でした。最終週、涙を用意しながら楽しませてもらいます。脚本家のやつさんには栗子さんの花籠と後編間際に関わるとのストーリーを作られていたが、私含め視聴者は度肝を抜かされた。それも千代のどん底に、千代をどん底に落としたのも栗子、黙って支え続けてきたのも栗子。人はどんなにあっても今生き抜くことが一番だが、負い目は一生忘れない、そんなドラマだ。今までの出演者もそれぞれ人の裏切りやれど、振り返れば自分の糧となり輝いて生き返っている。でも一平の復活は複雑です。千代には幸せでいてほしい。熊田さんも一平もちゃんと父親をしているような今日の言葉は、私もだが女性にとって千代は辛かったと思う。逆に不幸になっててほしいくらい思っても、私だけでしょうかね。千代の顔も複雑でした。やつさん、本当に今回のドラマでファンになりました。今までのやつさんのドラマ見てきましたが、あまり脚本家とか興味は持ちませんでした。これからは作った方を選んでドラマ見ようと思いました。楽しみにしております。ドラマの中の演劇一つずつがドラマの中の話にリンクしているのも面白いです。ドラマの中での一平は成功しましたが、春男児のように女癖悪く一生過ごすんだろうなぁと思いました。それでこそ一平だ。実を言えば、私はやつさんの仕事では殺人分析班シリーズが大好きです。ストーリーや登場人物は原作があるので面白さは当たり前という見方もあるでしょうが、それ以上に一人一人の個性の描き方が秀逸だからです。そのために犯人を主役としたスピンオフまであるほどです。ではおちょやんではどうだったのかというと、
岡安の家族は魅力的な人たちですが、新喜劇に出てくるお父さんとおかみさんの範囲から逸脱しません。当たり前です。物語をすべて新喜劇風に泣き笑いで展開させようという制作側の意図が根底に流れているからです。だからか物語の面白さが増すのは千代が役者から足を洗おうとしてからだと感じます。ただモデルの浪花さんを私たちが小津作品や黒沢映画で楽しめるのはその後の時代であることを考えるとなるほどとは思いました。おちょやんでは頑なな者たちが出会い関わり合うことによって思いもしなかったことに気づき変わっていく、それがひたすら繰り返し描かれました。大人になり幹事という子供にそれを教える側にもなっていきました。そして千代と一平の離婚、誰にだってあり得ることです。だからこそそこからやり直し再生し許すことを描けないかな。かつて勝手し放題の幹事に対し大山社長が口にしました。わしが引導を渡したる。今度は幹事が一平に対して関わり合いの中で思い出させる役に立つ大人の姿を見せました。俺が引導を渡したる、必ず立ち直れるという願いを込めて。本作で一番描きたかったのは人の優しさ。現実やネットで登場人物たちが変わる前の姿のような自分の正しさを関係の中で優先し振り回す人たちが数多い現在の社会でこそ関わり合う価値はドラマゆえに伝わるものがあり、見事に作り上げたなと思います。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。